チス、誰も知らない狩人、イカレタコスケです。今回はですね、これ画面はモンスターハンターワールドアイスボーン、パソコン版、スチーム版になってますけども、モンスターハンターライズのパソコン版、スチーム版が4日後、今10月10日だから木曜日に体験版がやってくるということになっております。まあそういった話を気にして、これからパソコン版でライズもやってみようかなと思っている方がいらっしゃると思いますんで、そんな方に、まあ、本当に基本的な部分として情報を知っておくとラッキーな情報とか、まあこれは悩んだらこれがいいよみたいなね、あるといいよみたいなお話をしていこうと思います。まずこのモンスターハンターワールド、私は一体何で操作していると思うかね。わかるわけがない。そらそうだ、わかったらマジシャンです。逆に当てたら恐ろしい。ですね、普段私がスイッチでモンスターハンターライズをやっている、プレイしているコントローラーを使っています。そのコントローラーとは何ぞや。多分ね、最も土、スイッチで、もうスチームとかスイッチとかややこしいなスイッチで、ニンテンドースイッチで有名なパッド、あのね、これプロコンって言っちゃうとさ、プロコンで検索するとさ、すげえいろいろ出てきちゃうから、これなんて言ったら伝わるのかな、ホリコンで伝わるのかな、まあ画像出してると思いますけども、ニンテンドースイッチのロゴが入っている、ジョイコンのロゴが入っているパッドあるじゃないですか、あちらですね。これがですね、スチームに最近対応したんですよ。まあ結構前からなんかちょいちょいいろいろやると動くようにはなってたんですけども、最近ね、刺したらすぐ使えるようになっているということで、こちら多分持ってる人結構いると思うんで、新しくパソコン版の専用のコントローラーを買う必要がないかもしれないっていう話です。なぜないかもしれないかっていうと、モンスターハンターライズ実機で私は試したわけではないので。ただモンスターハンターワールドはこの通り、このスイッチの何パッドで動きますんで、まあおそらく対応してるんじゃないかなと。懸念点としてはね、ボタン配置が多分変えられるんですけども、パソコン版なんで、ビッグピクチャーモードとかでね変えられるんですけども、とりあえず今ねちょっと違うかな。これもしかしたらモンスターハンターワールドだからかもしれないんだけども、ちょっとだけずれてます。 Y と B がね攻撃ボタンになってんだよね。他は特に問題なくプレイできるんですけども、そういう細かい点が気になる人はちょっと懸念点として頭に置いておくといいかもしれません。まあでも逆に言ったらね、他のパッドだってね、ボタン配置設定変えられなかったら自分の納得いくボタン配置になるとは限らないんですけどもね。そしてもう一つコントローラー、これはもう前々から皆さんご存知、プレイステーション4のデュアルショック4コントローラーがスチームではそのまんま使うことができます。さっき言ったコントローラーもそうだけど、両方とも Bluetooth も有線も可能ってことみたいですね。ただ私設定に関してはめちゃくちゃ詳しいわけではないので、簡単に茶を濁しますと、プレイステーション4のデュアルショック4コントローラーも使ってるし問題もないんだけども、もしかしたら有線なんだけども充電を有線でやってて操作は Bluetooth にしている可能性があるんで、まあ、Bluetooth 設定なるものもね有線でやろうと思ってたけども、 Bluetooth 設定も簡単なんでちょっとサクッと調べて、設定してみるといいかもしれません。コントローラーは基本的にパソコンに認識さした時点で大体認識するんだけども、パソコンによってはね手動で認識させる場合もありますんで、とりあえずパソコンに認識させる必要がありますよということを覚えておいていただければと思います。あとまあ Xbox もね使えるっていうのは最初からいろいろ言われてますんで、まず Xbox のコントローラー持ってる人はなかなか少ないかなとは思うんですけども、新しくコントローラーを買う必要がないこちら3つ、まあ結構持ってる人が多いこちら3つとなります。今なんでもねちょっといじれば動くようになるんですけども、とりあえず刺してすぐ使えるっていう点でこの3つ覚えておくとよろしいかなと。そしてせっかくパソコン版でやるんだ、これを買っておいたらいいかなって思うものが、マイクとヘッドホンオアイヤホンでございます。そうです、ボイスチャットと言っても、今スマホとかあればね一応ボイチャなんかは簡単にできるんだけども、まあ、せっかくパソコン1台あれば、まあ、スペックがある程度足りてればね、ゲームとボイチャが同時に1個の箱でできてしまうよっていうね、その点を1点に押して、マイクと耳、
ヘッドホンオアイヤホンを、まあ、買っておくといいかなと思います。まあ、これ賛否両論あるから、ヘッドホンとイヤホンに関してはタコスケの意見で言わせてください。ヘッドホンとイヤホンに関しては、まあ最低限音が聞こえれば、まあある程度ね、やっぱ音質悪いじゃ困るからね、最低ラインを、いけてればそんな問題ないかなと。特にね、そんな足音を聞いて後ろにいる敵を倒すとかそういうわけではないから、多分あのモンスターハンターでも後ろの音とかは設定あるとは思うんだけども、まあでもとりあえずね、プレイするにあたっては悪くなければいいかなって思うところ。ただマイクの方だね、これに関してはボイスチャットをする上で最近ちょいちょいやってるんですけども、やっぱりね、音質はある程度確保しておいた方がストレスフリー。こちらの向こうのマイクもまあもちろんね、ある程度しっかり聞こえた方がいいんだけども、こちらの音もちゃんと相手に伝わらないと、聞き直しみたいな状況が出てくるとやっぱストレスになってしまいがちなんで、マイクはね、そこそこいいやつを選んでいただきたい。と言っても私もね、どれだったら絶対いいとは言えないので、とりあえず今タコスケが使ってるやつ、まあ全然この気軽におすすめできないんだけども、ブルーイエティというね、あの置くタイプのね、ヘッドホンとかについているタイプじゃなくて置くタイプのマイクにアームをつけて、今実況も撮っています。でこれのいいところは USB にぶっ刺せばそれで動くところですね。だからこの音質を確保するのであればこれを買えばいいっていうね。ただ値段がね、これね、何個かあるんですよ。3つぐらいあるんだよね、プロとか普通のとかミニとかで、1万円から2万円ちょいぐらいだった気がします。この辺常に変動してるんで分かりませんけども、なんで、まあ、外れ引きたくねえぜってことあれば、まあ、初期不良とかに関してはちょっと保証できないけど、とりあえず性能として外れ引きたくないわっていう人は、このブルーイエティ買っとけば、この動画で使っているマイクだから、それはいいかなと思います。この、でもね、USB 挿すだけマイクって、結構アバメディアとか、あとなんだっけ、ロードとか、結構いろんなとこから出始めてるんで、まあ、もともとあったのがね、最近有名になってるかもしれないけども、出始めてるんで、まあ、その辺は、あの、YouTube とか探すといっぱい出てくると思われます。で、まあ、マイクは安いものであれば、5、6000円ぐらいからあるかな。1000円とか2000円のやつはね、ちょっとね、怪しいですね。でも値段が6000円するからいいかっていうと、私結構いろんなマイク使いましたけども、ダメなものはダメなんでその辺はしっかりとね、調べてから買った方がいいと思われます。でこれ置くタイプのマイクでも、あのピンマイクみたいなつけるタイプのマイクでもどっちでもいいんだけども、個人的にはね、ヘッドセットやヘッドセットと一体型じゃない方がいいです。これヘッドセットと一体型のやつ使い慣れてる人は別にいいし、別に持ってるんだったらそれ使えばいいからね、あのいいんだけども、なぜかっていうと、ヘッドセットってずっとつけてるとやっぱ耳痛くなったりする人いるんですよ。喋ってたりするとね、自分の声の反響音とかで気持ち悪くなったりする人がいるんですよ。なんで初めて使う人はバラバラのものを買った方がいいと思います。でないとヘッドセットを外したらマイクも外れてしまうっていう状態になっちゃうと、最悪スピーカーから相手のボイスチャットを聞きながらピンマイクで喋ればいいところを両方外すことになってしまうので、これはね、別々で買えるのであれば初めての人はね、そっちで買った方がいいかなと思われますよ。でヘッドセットまあ大丈夫だったなって思ったら、次から一体型のやつを買ってもいいかなと思います。ただね、あの一体型のやつもじゃあコスパすげえいいかっていうと、マイクの音質とそこそこの耳で聞くタイプの音質考えるとね、割と値段しますんで、まあそこもね、ちょっとね、悩みどころではありますね。でこれ絶対つけておいてほしいのは、どちらにせよヘッドセットタイプだろうがなんだろうがつけておいてほしいのは、ミュートボタン。これミュートボタンっていうのはないのがあるんですね。ミュートボタンっていうのは、まあ、ボタンを押した瞬間にマイクがオフになるわけじゃないんだけども、まあ、こちらの声が相手に届かなくなると。これパソコン版だと、パソコンでモニター1枚でやってる人だと、多分大画面でやってたりすると思うんですが、マイクを切るために、ちょっとね、じゃあちょっと離れようと思って、家族と話をしようと思った時に、マイクを切る時に画面でミュートをするのは結構めんどくさいんですよ。いざってなんかすごい、なんつうの、親バレしたくないのに、親が頻繁に声をかけてくる人とかは手元にね、ミュートボタンがあった方がいいと思います。これはね、細かいことだけど、あった方がいいです。一人暮らしとかだったらまあわかんないですけど、まあいざって時のね、プライベート
音声がね流れてしまう可能性がありますんで、このミュートボタンはなるべくついているものを選んだ方がいいかなと思われます。まあ本当に基本的な部分ですけどね。だからね、もう 4K モニターとかは言わないですよ。左手ガジェットみたいなね、そんなことは言わないです。でもう一個おすすめしておきたいのが、これ本当パソコン版でね、よしじゃあやろうって思っている人のためのお話ですけども、 USB ハブ。 USB ハブとは何か。それはですね、ハブの挿入口を増やす、なんつうのあれは、まあハブですね。USB の挿入口を増やしてくれるやつですね。分岐させてくれるやつですね。これ一つあるといいですね。まあパソコン使い慣れてる人はもう元々持ってる人もいると思いますけども、まあノートパソコンとかでもできんのかな、ライズ。多分できるんじゃないかなと思うんですけどね、スペックかサクッと見る感じね。USB に例えばマイクを挿します。で、ヘッドホン、イヤホンも別で、USB を使って挿します。コントローラーも挿します。キーボード、マウス等々。まあ、この辺はね、無線とかもいろいろあるけども、とりあえず、USB を使います。で、さらに、スマホの充電もじゃあしようかという話になってきます。これ本当に、廃人目線なんですけども、要はもし本格的にモンスターハンターライズにどっぷりパソコン版で使うと思うと、スイッチの時から、生活圏が変わるわけですよ、パソコンの前に。そうなってくるとどうしてもその最寄りの電源っていうのがね USB になってくるんですね。これパソコンの性能によっては電力供給問題があるんで、まあ むやみやたらにはできないんですけども、いろんなガジェットがあります。そこからちょっとガジェット買う楽しみなんかも増える人もいるかもしれませんね。まあスピーカーであったり、もう面白いのだとコーヒー温めてくれるやつであったり、いろいろありますからね。そういった点で今言っただけでも結構 USB の数使いますんで、もし USB の挿入口が少ないパソコン使っている場合は、ぜひともこの USB ハブ買っておくといいかなと。とりあえず動いてくれれば値段はねそんな高いもの必要ないんで、これ一つ買っておくといいかもしれません。同時にね USB のコードですね、今 USB コードも安くなったからね、この辺も買っておくといいかなと思われます。というわけで、まあ、本当に基本的なお話ではございましたけども、いかがでしたでしょうか。まあ、欲を言うならね、あとね、簡単に使える蓋がついている足で開くタイプのコンパクトなゴミ箱。パソコン周りに生活圏を移すと、マジで大事になってきますんでね。まあ、そういったものになってきますよ。まあ、その辺はね、本当にハマってからおいおい買えばいいんですけども。まあ、とりあえず、そのあたり、別にまだすぐね、ハマるかわかんないから買う必要はないんだけども、チェックだけでもしておくと、後々悩まずに済むかな、というところでございます。てなわけで、誰も知らない狩人、イカレタコスケでした。See you! 回れ回れ、やれ風車、また同じ場所へ帰って、揺れて揺れて、果て間な心、君は知らない。